押す。本当にこれあれか。回数なんだか。なんか前はほら起動するまでうんぬんかんだけど30回しかできないんだね。残念。よし、じゃあ、玉三つでもやっていきますか。時間的にね。どうなってるかわかんないけど、編集で。やっていきましょう。潮吹きは当然チャージアックスなんですが、前回のおさいずち戦で超出力の火力がやや怪しい感じになっていたので、そこどうなるかですね。ちょっとしっかり高速して当ててみましょう。よし、さあワールドでも参戦が期待されていましたが、まあ、ちょっとね、海竜士のね挙動が難しいということで、見送りになったらしいですが、今回それがワールドっぽいよね、これもね。だからできるようになったってことは、なんか技術的に改善が見られたというか、ずいぶん時間が経ったからできるようになったのかな。ちょっと探索もしてみたいところですが、押さえ槌戦の時にやればよかったな。ちょっと夢中になっちゃったな。ちょっと玉三つは余裕ないと思うんで、これかける虫で、おほかける虫で移動するか。すごっ、めっちゃ動くやん。おっさんいっぱいいる、ここら辺。あれ、小さい土硬くね。あ、小さい土殴れないんだ小さい土なんて言い方するかどうか知らんけど、殴れないんだね。ホムラチョ、ホムラの力じゃ。ホムラの里がうんぬんかんぬん。いたぞ、ガーグワがいる。ガーグワが走ってる。久しぶりに見た、ガーグワが走ってんの。ガーグワ、これさ、想像以上に飛ばないね。あ、これ最高じゃん。こうだな、何も見えん。尻尾切りたいね。あ、でもあれだな、解放2の火力高えな。なんかマジ懐かしい。あー、それか、こうだな。は、今うまくね俺。こうだなじゃないんだが、ちょっと、あ、変形のディレイが効かなくなってる感じがややあるな。ですか？違いましたね違ったけど結果オーライ。なんか新しい技あるね、見えないけど。よく、やべ、ミスった。オッケーオッケーオッケー。じゃあ調子一発叩き込みますか。見ましょう、ダメージしっかり。振り増し16、振り下ろし98、71。まあこんなもんか。まあこんなもんだな。なんか弱くなってるような気がしたけど、なんかこんなもんな気がする。俺がなんか過去の栄光を引きずっていたのかもしれない、チャージャックの。
負ける。滑りやすい。あー本当だ。そんなことねえ。なんか何スパイク殴ってくんない？称賛するか。あ、称賛さん巻きタイプになったんだね。巻きタイプだったっけ前から。ノニタイプじゃなかった君。あっちに逃げたのね。ガガガガ殴るか。運搬開始だ。運搬開始はしないわ。ごめん。めっちゃ追ってる。あいつら猟犬に猟病だよ、猟病。あ、ここかけり虫で上行けそうな気配あるね。何？禁霊転倒だって。ちょ、わかんねえや。わかんねえけどよ。なんかいい感じだ。おほほほ、楽しい。あ、なんかあそこ魚がいるね。あー、なんだっけ。ガライバーみたいな。ガライーバーみたいな。バラクーダ、ガライーバー。アーナコーダーみたいな。落とし物拾おうか。宝庫類の鱗、本質の透明な鱗、幾層もの凹凸が光を拡散させ、水晶のように七色にきらめく。間違えた。もう一発あるよね。あー、やばいかもしれない。これで解除できんのか。早掛け、あ、解除できてねえな。あ、早掛けとは違うのか。早掛けこれか。あ、ちげえな。早掛け、あ、わかんねえ。早掛けどうやってやんだ。早掛けってなんだ。ちょっとそこら辺の用語はまだこれから覚えるわ。砥石を使うんだ。あー、忘れてた、砥石使うの。ありがとう教官。見てねえで助けてくれ。猫が泡出しててもうよくわかんねえよ。これ殴りゃいいの。ありがとう。じゃあ俺研ぐんで、研ぐんで置くね。あ、曲よくね。はーはーはーやろーはーはーはー。ここ、あはは。やべ、懐かしいな、このやりづらい感じ。あれ、ガラポイントが反応していない。これ攻撃力アップのやつ。え、ちょっとこれ微妙にワールドの仕様が違って難しい。体力に注意だ。俺に回復者も、回復者も取らして。にゃー、じゃあ飲むよ。後期到来。疲れてる、はい、ありがとうございます。あ、疲れててもたまみつけたわ。こうして、こうしてこうか。あー、これは詰めやすくていいや。V 破壊、
爪を壊したいなと思いましたが、やめました。でも鉄柱嫌やね。あ、でも解放にだったら当てやすいか、鉄柱主義。何この子。砥石に話しかけるやつ初めて見た。ん、何この子。これが私。もっと楽な移動方法がある。あー、ここ行けないやつ。あ、これキャラの正面向い飛んでんのか。なんか変な感じすんなと思ったんだよな。これはぁ違うよ。これ×でさ、今まではさステップしてるんだけどさ、これ何でステップすんの。こういうことするの。わかんないけど。あ、なんかニョロニョロしたの俺よ。おお、かわいい、かわいいけど誰。みっちゃんおるね。投げくないが無限にある。あ、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 おさえずち、おさえずち。今だ。よし、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 よし。おっちゃん。送流開始。始めるわね。強ーモンスター。ここで俺は強攻撃を叩き込む。あ、頑張れ頑張れ。こうね。うまくいったね。で、こうお前を操んだよ。言うこと聞きなさい。あ、違うんだな。なんかほら長いこと操作できるやつやりたかったんだけど。間違えた。あと L2 なんだよな。 L2 なんだね。そこ忘れがちだな。うん、一回飲むか。いや、このさステップ、これめちゃくちゃ強くない？あー、当たんないか。あとあれだね、根元の判定が減ってるね。超出力の根元の判定が弱くなってるから、なんかもっとしっかり当てないと厳しいかも。曲いい。はーはーはー、滑るね。厳しい。なんか変形切りが、抜刀変形切りがちょっと難しいな。やべ、うわ、そんな危ねえ。は、ちょっと。なんか全然想像してた動きができない。つらい。なーに、どういう動きそれ。スライディング、スライディングおじさんがおる。あ、トルネーダーね、それね。強かったね、それね。スライディングおじさんが強い。
あ、今のところでスッと押さなきゃダメなんだな。ちょっと負けるかも。よっ、そうです、そうです。ふぅ、ここだな。これはね、強いよ。マジシンプルにこの動き、チャージアックスにこの動きはマジで強い。あれ、あ、えらい、えらい子。あとかけり虫なんかたまんの早いな。もっとかけり虫のペースを上げた方がいいのかもしれません。なんか俺前回のさ、てかワールドの時さ、あれ、え、どこ、え、こっちは13。あ、はい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 、あ、いやーん、かわいい。これでもワールドの時さ、 R2 を押しながら走ってさ、 R でバット攻撃してた気がするんだけど、なんかそれがうまくできなくてちょっと今混乱してますね。何この秘境。うわうわうわ、超能力強化できんじゃんこれ。たまらんちだな俺は。あはははは、うわー、見ちゃった。マガタマソウを発見しました。ボムボス、ボムガスガエルがいる。最強の生き物マガタマソウ。何を設定、え、意味、そこいます？え、なになに？ん？ん？いや、全然わかんない。なに、なんだか。あ、ここね、ここね、ここね。なんか、まっすぐ行ってくれない？なんか、いろいろちょっとごちゃごちゃしてますが、これは多分俺の操作が悪いですね。なんかほら斜めに行くんだよね。さあ、やや時間かかってますが、まだ瀕死じゃねえよな、そりゃな。じゃあちょっとガチでやりますか。なんかちょっとやや挙動もおかしいぞ今。ロリしてないぞ俺は今。わした。あー、めくられてんのこれ。すげえ、ワン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 。ここでこうして、ちょっと違ったけど。なんか判定が難しいな。いや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 、当たってませんや。やばいやばいやばい、普通にやばい。負ける、このままいくと。いいね、よし。これ一旦さ、これ挟んでさ、殴った方がいいよね。で、ここでもう一回こういくわけだ。で、食らうわけだ。やばい、あぶね、地形に救われた。
あはっ、あ、でも、で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 、やばいって、あぶねえ。危な。何か仕掛けてくるわ。何を？あ、それやってんのね。何も見え、何も見え、何も見え。何も見えんし、何もわからん。オッケー、オッケー、オッケー。で、ここでこう言って、こういうことだ。いや、追撃に強いよ、これ。あ、キラード落ちた。やばい、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ時間かかっとる。めちゃくちゃ強い。気持ちを沈めて。なんだこの淡々、タヌキの、金玉は。タヌキの声だったか今、徳川家康の声だったじゃないか。た君、炎炎区どういうことだ。炎炎区使ってみるか。バレた、早い。バレてない。こっちにいらっしゃい。うん、それがハンターを撃つ。はぁ、間違えた。あー、やばい、抜かれた。俺があれだね、メインタンクになったわけだ今。あ、嘘、ガーフか。あれガーフなんか。負ける。今これ、あー、やべ、ガードポイント完璧なタイミングだと思ったんだけどな。マジで時間かかってるよ、恥ずかしいよ。あわやられ状態、マジで微妙な操作の違いで難しいなこれ。いやー、バクって、なにその動き、かわいい。うん、いいね。その後の追撃できればもっとよかったけど。いや、あ、オッケーオッケーオッケー、回復のチャンス。てか俺、かけり虫での、かけり虫じゃねえや、鉄柱でのさ、受け身が一回も取れてないよね。一回もは嘘か、さすがに。おい、潜るんですね。なんつったって俺は超特殊許可をよ、全部ソロでフィルしたからよ、最後まで。みっちゃんもやったわけよ。バチバチ爆弾ゴマの時間よ。パラソー。
うわ、威力弱。まあ、砲術もね、武器倍率もしょぼいからね。それはそうだって感じだけど。これやんなきゃダメだな。強いな。マジ強いな。よし。あー、瀕死なのかどうか全然分かんなかった。うん、なんつんだっけ、この鉄柱シギアのステップのやつのガードのやつもめちゃくちゃ強い気がする。マジでめちゃくちゃ強い気がする。これっていうか強いです。他のね、狩り技が分かった、狩り技じゃないわ、鉄柱シギが分かんないからなんとも言えないけど、これからこれいけるだけでマジで全然違うわ。まあ、ちょっと高出力というか超高出力の威力がね気になるところですが、まあ大丈夫でしょう、おそらく。あとは細かい仕様になれなきゃな。30回きっちりやらせてもらいましょう。犬かわいい。お、一瞬戦撃滅のポーズだね。ありがとうございました。皆さんも予約しましょう。発売は2021年3月26日金曜日、資料解禁、好評予約受付中です。皆さんもモンスターハンターライズぜひ買って一緒にプレイしましょう。今回竹番はこれでおしまいです。お疲れ様でした。なんかその後ごちゃごちゃいろいろやるかもしれません、もしかしたら放送で。